はいどうも、はいえー、皆さんこんにちは新しいもんづきで56年第44回を始めたいと思います、えー、本日のゲストは、えー、前回に引き続き、えー、不動産会社に今はなられた鶴見さんです、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、それから引き続き健太くんもよろしくお願いしますおまけの健太です <laughs> よろしくお願いします、えー、前回はねその鶴見さんの反省というか反,反省っていうのかな、えー えー、なぜ香港にっていうことを聞いたんだけど、はい、そこは非常にあの僕も感動,し感動すら覚えましたいや本当に人との出会いっていうのは本当貴重だなと思いますねいやそれはねもう,う鶴見さんのその誠意っていうか誠心誠意付き合うってそれがあのそれがそういうことを呼んでるんだと思いますね、うん、そうえで今回はねそ,のそれで最後に「 まあ前回の最後にお話したように鶴見さんが今、香港で不動産を不動産代理をやっておられるということでえそうなると香港に住んでいる人の興味の対象というのはあの相当あるんですよね。というのはあのこれは日本の方もご存知だと思いますけれども香港では不動産に関しては世界でも一番高いとえ言われていてまあ本当にもう信じられないぐらい高いんですよね。 そこで営業しておられるってことで興味がある方も多いと思うんでその辺に今回はねちょっと集中して質問を僕も聞きたいんだけどまずあの香港のの日本人っってててそそもそも増えてるのかってことだよねあのちなみにねこの最近見るとあの香港っていうかあの日本の人は日本でえ住民票を抜いて香港に例えば駐在で来たあるいは自分で来たら。 今度は在留届というのはその現地のえ大使館だとか領事館にあの登録しなきゃいけないですね、登録ベースで今、2万3千人とかっていうのを最近聞いたことがあるんだけど、はい、印象としてはそんななにいない,ない,といこれもか確,約確定の数字はわからない,、ね、ないけども、うん、ある人は1万切ってるんじゃないかと。2万は確実に、うん いるいなこれはこれで私が確実に減ってるっていうのは分かるのは、うん、あの小学校や中学校の,その先生方の住居も対応させていただいてますなると、えー、生徒数が減ってますねという話題になりますし、うんうん、あるいは、えー、ご家族で駐在に来てる家族の方々も「うん、何々ちゃんが何々くんが帰っちゃった」 代わりの子が来ないんだよねっていう <laughs> そういう話題があってお友達が減っちゃってるよっていう話題も増えてきてます。確か、はい、だから90そう1998年ぐらいをピークにあの香港の日本人の数っていうのは減ってるような気がする。そんなもんかなピークって。うん、そうですねピークその辺じゃないですかね。うん、私が学生時代香港にいた時はそうですね小学校だけで 多分今の香港にある日本人学校の全校生徒より多かったんでんだって当時4万人ぐらいって言われてたような気がするしそれから数が多くなって大イ校っていうその分校がで,、ね、できた,ううた、ね、わけですよね、はい、だから当然その、えー、多かったのが今回、うん、中学校がなくなったんだっけそ<う>っ中学校の校舎がなくなって小学校と統合したももととと中学校と小学校校小って あの、私が行く前の話ですけど、一緒だったらしいんです。なんで、前に戻った。なるほど。そっか、だから、規模が、だから、ぎそういう意味で言うと、タイポっていうのはどうなんだろう。タイポーコ。タイポーコも減って。減ってるよね。タイポーコは新しくできて、プールもあったし、あと、グランドもある。グランドもあったし、すごく。環境良かったですよね。僕も。 そのあの環境でえっと息子を学校に入れたいと思ってただ日本人学校に入れるというのはなかったんであのであの学校には1校だけ1校というか1クラスだけあのインターナショナル科学校が併設されていたということでうちの息子はあそこの学校の校舎は同じただその中にあるインター校に入るということだったんですよねそこで卒業したと思うあ卒業の前に別の学校に転校したんだけどまあそういうことでしたね。 うん、だから数がまあ減ってるっていうのはもうはっきり分かりますよね,そ,すねそれはねこれはまあ日本人だけじゃなくて海外の企業さんが香港に置いてる拠点数自体も減ってるしね減ってるこれは僕も感じたのは、えー、内覧でお客さん連れてった時にたまたまそこにお住まいだったデンマークのご夫婦がいたんですね、うんうん、でその方々もその物流関係の派遣で香港に3年住んでたけど このの月末にに帰るることになっってて今引っ越しし準備をしてるとるじゃあ一応聞いてみたら彼らも変わりは来ないと<ー>いうことで現地の香港の人にある程度の業務は引き継いでもらって帰ることになっちゃった。うん、まあ来た時からまあいろいろなこんな政府との歓迎がデモもあったりあるいはえコロナの問題あったんでそのいわゆる 観光というか、うん、あ生活がちょっと大変だったけどもいい出会いがあって、えーまあ、楽しい香港生活だったとおっしゃってましたけど、ね、だから、ねうん、今日の話では、ね、日本のことですが他の国の方々も同,も同じようなことなんですよねだから1万人切ってるっていうとちょっとその数字に驚くねそうですね、うん、やっぱりでもそんなもんだろうなと。あの今だとその 単身赴任にしちゃう人も多いと思うんだよね。ね香港って実はコロナに関して言えば超優等生ですよね。ねだって国内回ではもう何十日もゼロ。感染者が出たっていうのはほぼ海外から来た人、ね。空港で止めて、空港で止まったような人ですね。国内で拡散するのは防いでますね。 まれに1人とかっていうのがちょっと、うん、空港関係者なんかでいたぐらいかなでそれでいうとここ100日で2人とかですからぐらいでね、はい、それも空港にいる人だからその感染しちゃったっていうことで、うん、あとは市中感染っていうのはほぼないということなんで非常にいいんだけど、うん、でも日本のお会社とか、えー、っていうのは考えてみれば企業で派遣してるその家族の、うん 何かあるとちょっと困るなってこともあって単身赴任を進めるところだってあるだろうし自分自身ももし万が一その自分の親族というかその家族子どそがコロナにかかったら病院の対応どうかなというふうに不安を覚えるからまあ返してしまう人も多いだろうしそうするとよりそのえ香港に住む日本人の数としては減っていく方向になるよね当然ね。 先ほど話題になったようにやっぱその3月、4月で進学を考えてえお子さんと奥様は日本にで旦那さんだけ香港に残るだそれもいつ気になるかはわからないんで例えば今までの住宅香港ですと2年契約というのは一般的ですねだからサーフィスアパートサーフィスアンバーでしょもうこれも彼らの大変な状況ですね海外から来ないですから部屋は空いてる。 誰かに貸さないとっていうことでやっぱ行き着くところは値段の調整っていうことですねそういった需要に合わせて単身の方が住めるような価格体制、うん、でそこに私も何名かご紹介させていただいてます、うん、あそのサービスアパートっていう形ってことは別に1年とか2年の縛りはないんですか11か月最大12か月、うんうん、なるほどじゃあマンスリーいわゆるマンスリー、えー、アパートメントっていう感じですね その臨機応援差はありますねまた単身ですとその掃除の問題等も出てくるかもしれないんで1週間2回もしくは3回矢の掃除が入りますから、うん、なるほどあそういうことで,はうう意味ではね。と、はい、いうことはもう1人だもんね家族じゃなくてね,そらね逆にねせっかく多感な頃のお子さんがいる。うん 家族が分散するっていうのもね辛いですね。いややっぱり理想はやっぱりその海外でもね,、うん、でねあの一緒にっていう感じだったと思うね。それからもう一つねその香港の数あのえー、日本人数が減る一つのあの大きな要因っていうのは中国に住めるようになったってことだと思うんですよ。はいうん、僕らがその鶴見さんも僕が来た頃あるいは健太君がまだ少年時代そうですねっていうのは90年代 まだその香港が返還される前っていうのは中国に家族と一緒に住むっていうのはちょっとあの常識では考えられないような抵抗があったと思うんですね。はい、実際住めたか住めないかでいうともちろん住めたんだけどなんとなくその怖いとかえ生活普通の生活できないんじゃないかっていうイメージがあったと思うんだけど。 今のその多くの日本人の方も中国の方の日本での爆買いとかってのを聞いた後で思ってみれば中国の生活環境っていうのは一変したというかうここ2000年を超えたあたりではもう日本よりあの立派なねあのショッピングセンター住居っていうのはたくさんあってで治安も別に悪くないしうん住めるということは当然あって駐在員でもその。 家族で、えー、現地で中国国内で住んでる人ってもういっぱいできましたよね。よね日本の学校も,もーー、ね、そうですね。日本に学校も上海にしてもすごい。もう満員で入れないっていう状況ですよね。はい、だから香港が減ったっていうのはすなわち。それはあの香港から週末だけ香港に帰ってきて、あのウィ,ウィークでは深セに働きに出るって言うような、はい。ご家族も多かったです、ね。昔は多かったですけど、うん、はい、今それだったらもう全員がね。 申請に移ればいいとか講州に入ればいいっていうそういう形になったと思うんですよねそれもまた日本人が容易だったとは思いますね,そうですねここ数年で中国の値賃とか上がったって言いますけどそれでも香港と比べたらもう天と地の差ありますしね,そう,すねそういう意味でその興味の対象僕も興味の対象だけど、はい、今駐在の人が来た時に、はい、あるいは今の駐在の方が住んでいる価格帯っていうのはどんなもんですか 最近、あれですねもうご存知のように地下鉄が郊外にどんどん広がってますからはい、はい、今まで日本人だったらさっき話題になったあの対空心であったりあるいは本ム,ムってありますけどもあと家族構成が単身の方が増えている、うん、で郊外の方に行きますと駅の上がショッピングモール、はい、さらにその上が住居、はい、ということでそちらを選択される方が多くなってますそうそれでもまあ日本円に換算するとおいおいという,ようなね金額ですけども。<laughs> えそれなりの新築でワンベッドルーム、まあ、スクエアフィートでいうと400から500スクエアフィートあたりでワンベッドで新築ですとやそれでもやっぱ1万5,000香港ドル前後20日本円でいうとだから今おっしゃったよあの400スクエアから500スクエアっていうと大体。 平米40平米から50平米という10スクエアで大体1平方メーターというイメージですよねだから4050平米で大体20万円超えるかなと、まあ、ただ便利さでいうとそれなりにその東京の地方の駅の上というそんな感じでしょうかねイメージとしてはね大雨でもぬれずに職場まで行ける職場も駅から近いっていうそうろがあればですね 香港、ね、は濡れずにあの通えるという意味ではいいそういう環境は揃ってますよねほとんどの住居はマンションの下にレストランやスーパーマーケットがある構成ですのでね日本ともちょっと違うというのがその辺で香港、うん、には大手の不動産デベロッパーというところが、まあえー、有名なところでいうとリカーシンさんがやっているチョンコンとか。はい それから、えー、サイノランドとかいろんなそういう大手のデベロッパーと言われる会社があってそこが、えー、政府から土地を払い下げてもらって、はい、そこに地下鉄を引いて、うん、ショッピングセンターを建てて、はい、そしてその上にさらにあるいはその周辺に大きなその住宅マンションを建てるっていうこれが全部そこのだからそこの町は、えー、そのリカーシンさんが作った町とかねそういう感じになりがちなんですね。すねはい、だからそこにに一気に、はい 数万人の人がポンとある日住めるようになってしまうというそういう形でこう今まで何もなかったところを開拓していくという感じなんですね。それの一番あのまあ我々にしたら驚きっていうのはちょうど鶴見さんがその冒頭にちょっと話しましたけど上園さんとその一緒に回られたビデオというのを後でちょっとリンクを下に概要欄に貼りますけども。 えー、チェンカン王昔今で言うとチェンカン王昔で言うと僕らはジャンクベイって言って、ね、<laughs> あんまりいい名前じゃなかったこんなとこ行きたくねえよなというような昔はね行きたたくなかっですごい、まあ、香港の陸の孤島というか、うん、ちょっと、ね、非常にアクセスの悪いところに、うん、あのジャンクベイって廃船っていう意味あのそのボロボロの船っていうジャンクベイだと思うんだけど、はいえー、そういうのがいっぱいあったところが。 えー、僕らでもお客さん工場のお客さんがそこにあったりしてね。ああとそうですね最近だとデータセンターが最近行っていうわけじゃないのかなだ,かだからここに来てそのちょっと状況が変わってきてそういうデータセンターとか、はいね、あのまあ要するに昔は何もなかったところだったんで,そで、ねはい、今それが、えー、マンションができて。 駅がががでででききてチェンカウの駅ができ駅があるんですよ、ねは,ね、駅駅は全部で5つありますねあそこは。<laughs> だって昔僕らタクシーでしか行けなかったね,そ,ねそこにはねお客さんのところはあったけど、ね、お客さんがね、えー、そういうところが今やもうぜひその動画見てほしいんだけど。うん 恐ろしいほどのホテルとあのマンション群だね。変わりましたね。ねあれだあそこだけでその昭和区だけで10万人,はいる、ね、10万人住んでたね。だからなほぼほぼいなかったところにまあいなかったっていうとちょっと大げさだけども、うん、本当に何も住んでなかったところに10万人の街ができているわけだから。うんねはい、そうですね。まああのイメージ東京の人でイメージしてもらえるんだったら例えばむさしこすぎとか、はいはい、あんなところという感じなんじゃないかな。うん、まあ突然その 数千人住む家マンションが何本もその規模がさらに大きくて何十本か立ってるよねあれまだまだ立ってるよね。とそれに伴って学校ができたりだから最近はローカルの学校だったのが国際学校もできたりあとはフランス系の学校も来てますんで数学の時にフランス語が聞こえるとかあるんですね家族で喋ってるのがすごいねでもねそれに伴ってその人たちが行きやすいレストラン ができてねだからおしゃれにもなってるし、すごいいい感じになってるね。なんか昔のジャンクベイのイメージとちょっと違うよね。全然違いますね。私もそっちの不動産見に行きましたけどね。前に引っ越す時。だから今ジャンクベイって言っちゃいけないんだっけ？言っちゃいけないんです。ええ、だから正式には中間王っていう登録になってます。僕も不動産で住所。

それはジャクだって私子供の頃友達一応あの辺も住宅ギリギリあったんで住んでった時に行った時はやっぱり将軍を将軍をそうですね電車もバスも将軍を行っ将軍王っていうとどういう漢字書くっていうかっていうと昔の日本の武将の将軍っていう漢字を書いて最後に三髄編に奥様の奥って書くそんな感じかなそうですね王っていう将軍を置くっていうところの話なんですねあの辺でもまあ結構いい値段するよねその万 だから単身っていうか一人住まいのワンベッドを一人が住めるところでもう20万円超えるとい家族っていうと今どこに住まれるんですかやっぱりそのち地方というかその地方というほどじゃないけどそのチェンカン王から例えばチムサーチューまでどのぐらいで来れるんだろう電車十五分ぐらいです45分ぐらいまあ結構遠いよねそういう意味では遠いって言えば遠いですねなるほどで家族で住むときなんかはどのぐらいのところが今のメインですか やはりさっき話題になった、えー、と対空心その対空心がもう40年前後の建物になってますんで,です、ね、その隣に20年前ほどにできたサイワンホーあるいは、えー、ノースポイント、はい、この辺りに新しいマンションができ始めてますでそちらに住まれてる方々も広さ平均的には一般的ですねもちろんすごい広いところも住まれる方がいますけども 700スクエアフィートから900スクエアフィートで、えー、三芯室あとトイレシャワー室が2つあと何度部屋がある、うん、部屋でそこもやはり家賃としては3万香港ドルから4万香港ドル4 5 0万円っていうイメージですねだから家族で住むと駐在、ねうん、の方で家族で住むとなるとその4五5 0万円かかっちゃうとうう、ね、いうのが香港、はい、でも またあれですよね業界によってもその住むところってどうしても昔僕がのイメージ僕がお客さんのところをよく回ってた時っていうのはねコンピューターのことで回ってた金融もあればえ商社もあればそれから流通もあればっていうそういう感じでメーカーもねあってっていうその中でやっぱりちょっと住んでる人のところの住居に職場に近いということもあるんだろうけど例えばミッドレベルに住む人もいれば。 ミッドレベルっていうのののは香港一番の高級住宅地そうです、ね、だけどそういうところもあればミッドレベルですからセントラルに近いということセン,トラルセントラルに多いのはやはり金融、ね、金融ですからね金融関係にご勤務されてる方のいわゆる興味のあるチとしてはミッドレベルも根、ねね、強いですね,ですよねあの辺だっら今どのぐらいするんだろう1か月。まあもちろん

トップっていうのはむしろミッドレベルよりなんか裏のレパレスベイとかちょっとあの自分の,その運転手さんのいるねあの車用車っいうのがあったからだと思うけどあのレパレスベイ周辺であの辺で10万ドルはしなかったと思う10万ドル切ってたっていう印象はありますねだから百数十万円の感じだったなというふうに覚えてますね今はどうなんだろうちょっとよくわかんないけど。万 10万するすよねだからまあ金融の人だったら10万あの偉い人ね金融,金融もね支店長からいろいろおられますからねちょっと違うと思うけど、うん、今のねおすすめ物件みたいなのありますかその辺も聞いてみたいなと思うおすすめ物件、うん、今駐在員の方がもし、えー、駐在員の人が来るってことはないんですかあもちろんありますけどあ,あることはあるんですか 時期よりは、これは状況が良くなったらまた香港の今後の位置づけっていうのもあるかもしれませんけども、ね、あ、や今やっぱりコロナが大きいんですか、それともそのデモの影響が？コロナの方が大きいと思いますね。そう、ね、結局今香港に来ても、例えばメーカーさんの場合はここを拠点にして海外に行くっていうのは、うん、ここにいても本日本にいても同じ状況ですから、そましてはこの仕事の進め方も出張行ってというよりもいわゆるこのウェブで 打ち合わせ Zoom でできるんであと現地にいるスタッフにやってもらうっていう仕事のやり方も変わってきてます変わってるんですねただまた状況が変わってやはり行き来した方がいいよっていうのは当然出てくると思いますその頃を見計らってっていうのを私たちも期待してますけどそう,、うん、そうですね、はい、でもそれ今はじゃあ鶴見さんの仕事のあれというのは借り換え需要というか2年間とか1年2年経って、ね、香港に残されてる、うん、人がそのる、ね、大体香港の住宅っていうのは、うん 2年契約っていうのが主ですはその2年経って次そのまま住むかあるいはその違うところに行くっていう時にお手伝いっていうそんな感じですかううありますけどここで最近また新しい需要っていう一般的に我々日本の不動産は住宅がメインっていうのはありますけども今日本に行けない香港の方々の需要としてや日系のレストラン関係は逆に出すと

うね、日本のあの今セントラルもそうだけど日本のそのえお寿司屋さんとかもう乱立っていう感じでできてきてるね。 なるほどその需要も実は受けるようになってますそこの店舗の需要っていうのは大きいですよね大きいですね、うん、でだからそこも僕もいろんなローカルの、うん、あデベロッパーさん先ほどは、うん、デベロッサーさんとのつながりをあげてそういう問い合わせは昨日も実はその物件を回ってたんですね、うんうん、セントラルやワンチャーあたりに広報値がないですかって言われそうですよね今本当に需要はあるでしょうねなんか やっぱり香港の人の日本好きってちょっと正直僕ら引くぐらいだね, <laughs> でね異常っていうかだって1年に6回行くとか7回行くとか聞きますからね,そねでその,その人たちが一気に行けなくなってねで お寿司スシロ,ローどうやって行くのって僕らあのウォークインで寿司ローってもう無理だもんね今3時間4時間待ちですよねいや、うん、まだ3時間4時間待ちで待てたらいいんだけどそうです、ね、普通に行ったら今日は終するとそうですね、うん、あの昼ぐらいに行くともう今日の部は終わ,あれ終わりましたみたいなだ,、ね、<laughs> だから回転寿司にあの<う>並んで食べられないっていう状況だもんね,ねどんだけ日本好きなのっていう,うす,、ね、すごいですよ これ僕は感じるのも、うん、結局オーナーと接する機会が多いですね。日本大好きだから商談を早く終わって日本の話をしたいとかそういう意味での,その商売が今はむしろ大きいんですねじゃあ,あるいはそのオーナーも将来この条件が悪くなったら日本の投資も考えたいっていうです、ね、それは多いですよね。 あそれは鶴見さんにとってそれすごい力だよね、うん、あの本当に、うん、本当に僕がやっぱりね前回の報道と今回の内容ではとにかく人とのつながりいうのはすごい貴重な経験を僕してきてるだから不動産の紹介だけじゃなくてそのオーナーだったらもっと日本に興味を持ってもらいたいっていう気持ちで接したいですしで縁があって香港に生活することになった日本の方々っては せっかくそれが2年なのか3年なのかあるいは私たちみたいにもう20年いるのか分かりませんけども <laughs> その第一歩のお手伝いのみならず香港もっともっと好きになってもらいたい,いやすごいそ,それをつなげる外交官の一人として、ね、しいやいね日本にとって、ね、あの不可欠だね鶴見さんみたいな人はいや僕ちょっとあのー、数か月前かな、うん、あの 家の近所の餃子屋さんに行ったんですよ餃子屋さんで夫婦でね食べてて日本語で話すんだけど話してたら隣に座ってた若いカップルがね話しかけてきて「あなたたちは日本の人ですか」と「実は私は日本に2軒ほど物件を持ってまして」って今ただ生きにくくなっちゃってでもそうは言ってもちゃんと今物件貸して。 得るんですよってい,うぐらいだからまあそのどういうあれか中身はよく分かんないけど香港の人で香港に不動産買うことを諦めて日本に手頃な物件を買う人っていうのはそこそこいるんだねだから、はい、実際オーナーの方でも私それを待ってる状況がいるんで情報だけは今収集してますからいわゆる、ね、香港の方々も2軒3軒持つとまた税金の問題もあるんで,そ,うです、ね、それだったら海外で。 で日本が大好きもちろん自分が住むわけじゃないけどもそちらの方に投資ができればという考えを持つオーナ、ねまあ、リスクの分散ということもあるだろうしそ,う、ねはい、それから、まあ、香港で、えー、ちょっと高すぎて手が出ない、うんはい、それに対して日本というのはある意味キャッシュフローにか関して考えれば非常にリターン大きいですからね,ね、はい、投資に対して日本だとそう10%とか回る物件っていっぱいあると思うし。うててね、ここでで面白いのののは結構、ね、そのオーナーナさんとの話なので、うん 関西圏の問い合わせが多いんですね。うん,うん。あ、そうなんですか。あるあるんですかねその気質が。香港の人ってやっぱり大阪好きですよね。大阪好きだね。大阪、ね、好きですね。東京より大阪ってよく言いますよね。聞きますね。やっぱりその人がそのこうあの香港人に近いっていうのはよく言われるし。そうですね。それから食べ物も B 級的な食べ物を、はい、香港の人好きだしね。そうですねまああの。 我々が一番街で見かけるあの集積って言うんですか。はい、あの。はい、ね、買い食いするような、なと、ね、いうかね、あの談合的な、あの。串団子的なね、ああいうものとか、香港のたこ焼きっていうのは、まさにあれに近いもん。ありますよね。すねはい、まあ、その辺、ちょっと近いのかもしれないね。そ,ねそのメンタリティとしてね。あと、近いっていうので、沖縄。そうそうそう、沖縄はよく聞くよね。はい、そうですね。 うん、でもだから去年あたり沖縄がその日本で地価の上がり方が一番上がったんじゃないかと、ね、いう,ようなことも聞くし、えー、いやーとにかく今日はあ<ー>あの非常にいい時間になったんであれなんだけど、はい、非常にあの勉強になりましたしあの、えー、鶴見さんの,そのなぜ香港に来たかというのはちょっと知らなかった部分を聞けて、はい、話すすす機会なかったででもんねねそうですねねいやー、はい、ちょっとなんていうか、えー、感動すら覚えましたね。 やっぱりここまで真摯に物事に取り組む人っていうのはそんなにいないと思うし結果をそれに伴ってね出してでさらになんか今新しいチャレンジあるんですかそうです、ね、まだこれからですけどもね今まで不動産の営業資格不動産の経営者資格でこういった物件をいろいろ回ったりすると当然契約して売買じゃなくてその間にいろいろあるんですね。やっぱり えー、ここで聞かれてる方はなかなか想像難しいかと思いますけども香港に住まれてない方とにかく施工の問題がかなりある香港です<ー>そこであるお客さんはちょっと水漏れしちゃって結構床が水浸しになっちゃったんですねありがちですね,ありねそれもたまたま運悪く部屋にいなかったもんですから結構被害が大きかったはい、はい、そのあある程度保険に入ってれば、うんうん、火災保険に入ってればカバーされた可能性も あるかもしれませんでそういうのも会社からでも入ってなくて個人でも入ってない場合の方に接する場合があ,、うん、あそれだと僕をもうワンステップとして住宅だけじゃなくてそれ以降に万が一の保険でそれが例えば火災保険であったり生命保険だったり投資保険だったりそういうのもつながえるのに役に立てばなっていうので今香港の 保険の資格に挑戦しようともちろんこれもね日本の保険とは違いますし、うん、また僕も経験がないんでこれから保険会社に勤めてるオーナーさんもいます、うん、あるいは友達もいますので、うん、そこからいろいろ情報をもらって次のチャレンジとして素晴らしいですね香港の保険というのはあの日,本のあの日本の方の保険よりもより、えー、投資の部分が多く含まれているっていうのもあって非常に活発で。 えー、特に香港だと有名なところで言うと、マ、まあ、ニュライフとか、プレイスプルデンシャル、プルデンシャル、AIA さんね、それからサ、サンライフ、サンライフ、ね、おあのまあカナダがなんか多かったりするような気もしないでもないけど、はい、まあ大手が、<あ> AIA は、そう、日本でも有名なエグザとか、エグザ、あそうだね、うんうん、あのいろいろなところがまあ。えー まあ、投資付きの保険っていうのもあるしまあそ、ね、単純なその、まあ、損保っていう部分もあるし、はい、っていうことでね非常に盛んですからねその資格も5つあります、うん、あ五5つもあるんですか, <laughs> あですかまあ香港一番あの、ね、僕らが確実に必要だっていうのが NPF っていうのがな、ね、そうですね NPF が一番難しいその1つ目 1> です、ね、4つ目の、うん、そうですね あの店舗なんかやっててそのお客さん相手にあの保険販売したいって言ってその試験を受けた人がいますけどもやっぱり NPF ってその NPF っていうのは日本の方はちょっとあの耳慣れないと思うんだけどマンデトリー・プロビデント・ファンドっていうのかな NPF っていうのは要するに会社で給料をもらってる人は必ずえ入らなければいけない年金っていうことなんですね。でこれルールーとしては あの香港っていうのはもう本当に昔は、えー、そういう社会保障的なものはほぼない国それがまあ一つの売りだったんだけどやっぱりその近年そ,の、えー、そういうことじゃいけないという機運もあったりして政府自体が温度を取って、えー、年金制度を設けましょうということで日本みたいな、えー、自分があの積み立てて自分あ日本みたいにそのあま、えー、ねく集めて 今の老人というかその65歳以上の人に払うというそういうタイプではなくて自分の責任で自分で積み立ててそれが積み上がった時に60歳を超えてリタイアした後にそれをもらうという要は自分が積み上げて運用をしてそれをもらうというそういう制度に変わったんですね,そですねで。そそののののとにに会社が5自分の給料の5を一緒にまとめてその えー、運用会社さっき言ったような、えー、香港にある金融機関銀行とか、えー、それから保険,あの保険会社ですね、はい、そういったところに、えー、持って行って、はい、そこで運用してもらって、まあ、自分の意思でリスクのある運用方法も選べるし、はいえー、銀行預金みたいなもうほとんどそのリスクのないようにやるってことも自分でこうオンラインで,、ね選,択でね、選択できると、うん、そんな感じですよね。そ、うんまあ、それがが今のねそのそこが 保険として一般のところにお願いするので、保険、企業ですよね、だからその資格を取ると、ほぼ自分の知り合いの人なんかは、そこから入ってもらうということも、入り張ってもらいやすい部分はあるんでしょうね、僕も実際、いろんな人に頼まれて、頼まれると、僕ももう、あ分かった、分かったって言って、そっちに、NPF、昔は会社単位だったんだけど、今は個人単位になったんですか、あれ。 個人で僕だけその移行みたいな可能になってるよね,、はい、ねだから僕は今、はい、あのそれで言われたらそこに移ってるからそんなに僕なんかもうあん,あんまりそもそもその払ってないから、はい、まあいいかなと思ってやってるんだけど、はい、まあそんなことでこれからまた保険をチャレンジいうことで頑張ってもらってつい、ね、に。常に チャレンジ挑戦ですね。そこでまた新たな出会いがあるでしょうしね。頑張ってもらって、またあのいつかあのこのラジオに話題、やっぱりあのぜひね香港の不動産状況っていうのはみんなの関心事だと思うんでね住んでる人のねまたそういうのあのあの折を見て話していただければと思います。はい。今日はそういうことでありがとうございました。どうも今日は鶴見さんでした。どうもありがとうございます。失礼します。